皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はお花の描き方をやっていきたいと思います。では始めていきます。よろしくお願いします。まずはじめにこちらベースを塗った状態から始めていきたいと思います。ではまずはじめにこちらのベースの色を塗っていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらを二度塗りしていきます。ではライトに入れていきます。ではお花を描いていきたいと思います。使う筆はこういった感じの先が細い筆を描いて使っていきます。ではこの筆の先にジェルをなじませて、まず1枚目、こちらが中心になるので重要になっていきます。この辺からに回目にここの間にお花を入れていくので、1枚分のスペースを空けながら描いていきます。2枚目も中心に向かって描いていきます。こんな感じでライトに入れていきます。はい、では次に使うのがこちらのピンクのジェルになります。こちらを先ほど描いた花びらの上に塗っていきます。白を残してもいいと思います。こちらをライトに入れていきます。ではこちらの上にもう一度お花を描いていきたいと思います。2回目のお花はこちらの間に描いていきます。
な感じでライトに入れていきます。はい、ではこちらの真ん中にもピンクを入れていきたいと思います。では一度ライトに入れます。ではお花の真ん中にストーンをつけていきたいと思います。じゃあミキシングジェルを真ん中に少しだけ塗ります。では今回は上品なパールをのせていきます。で、ちょっと華やかさを出すためにブリオンも入れていきます。こんな感じかな。ではこんな感じで仕上げていきます。こちらを一回ライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げていきます。こちらをライトに入れます。こんな感じに仕上がりました。今回はピンクの色を使ったのですが、青とか黄色とか自分好みの色を入れてみるのもいいと思います。私は今回真ん中をパールにしてこの薬指と揃えてみたんですけれども、とっても上品に仕上がったと思います。皆さんもぜひ試してみてください。